と時間的に、あと1個残んない。あ、いける？うん、 OK、 行ってみよう。スカイカネーム旅行食旅行食さんからいただいたお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。スカイさん、まつりさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人の名前からパッと浮かぶイメージとして、可愛いは当然として、スコヤさんは知的、まつりさんは元気いっぱいというのが浮かんできます。そこでリクエストしたいのが、そのイメージを逆にして会話をしてほしいというものです。シチュエーションとしては、学校で同じクラスの優等生まつりさんに、いつも元気いっぱいでちょっと抜けてるスコヤさんが話しかけてくるというのをお願いしたいです。なるほど、なるほど。あれ大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。なんかパチパチとか。わかった？え、あ、ごめん。うん、大丈夫大丈夫大丈夫です。なんかサブリミナルあれが見えたけど。あ、ほんと？うん、パカってなっちゃった。ごめんなさい。大丈夫大丈夫。サブリミナル星川見えたけど。あ、星川見えた。やべえ。サブリミナル星川見えた。一瞬デスクトップが。ごめんなさい、ごめんなさい。デスクトップが。やりましょうか。はい、やりましょうか、ね、ほら、はい、わかりました。じゃあね、スコヤがね、元気いっぱいでちょっと抜けてる子ということで、まつりちゃんが優等生と、うん、キリッとキリッとしてもらえたらいいなと思います。はいはいはい、笑ってんじゃないよ。ごめんなさい、切り替えます、切り替えます。あ、ね、面白すぎて恥ずかしい。先に進までは、はい、ピシピシ、よし、行くぞ。それでは、お薬、処方いたしまーす。ねえ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 、おはよう、まつりちゃん、まつりちゃん、まつりちゃん！なん、どうしたの、すこやさん。あのさ、今日のさ、国語のさ、宿題やってないから見せてもらったんだけど、大丈夫？また、自分でやらないとダメでしょ？あ、そう言うと思って、今日はクッキーを作ってきました。お、クッキー？あ、もう、しょうがないわね。はいって、あ、割れてる。あ、大丈夫よ。味には変わりないでしょ。ほんと？うん、あなたが作るクッキーいつも美味しいから楽しみにしてるのよ。ありがとう、まつりちゃん大好き。しょうがないわね。ただ見るだけじゃ意味ないから、一緒に解いてあげるから、ここでやりましょ。わかった、やった、ありがとう、まつりちゃん。偉いね。助かった。かわいい。助かった。めちゃめちゃすこやかわいいな。いや、お姉さん、まつりちゃんいいな。クッキー作ってきてくれよ。あ、いいよ。え、いいよ、全然。クッキーかケーキの方が得意かも。え、ケーキ、あのね、うん、キッチン狭いからね、うん、クッキーあれなの、広げらんないの。あー、あれね、うん、確かだな、あれはね。ケーキ楽しい。え、じゃあ逆に祭りの家来てさ、一緒にクッキー作るのはどう？え、めっちゃいいじゃん、それ。うん、そうしようよ、二人で。うん、うん、二人でクッキー作ろうね。やった、ハートの。ありがとう。うん、チョコルー。祭りの家にね、お泊まりしようね。あれ、なんか雲行きが怪しいぞ。あれ、エッチなお姉さんになってきたぞ、だんだん。お泊まりしようね。ほら、大丈夫、祭りのベッドセミダブルだからさ、大きいよ。ツインじゃなくてセミダブルだった。うん、セミダブルだった。雲行きが怪しくなってまいりました。まあね、お泊まりはさておき、まあでもクッキー作るのって全然いいじゃんね。うん、やりたい ね、コラボとかでね。やりましょう、ぜひ。うん、やりましょう、やりましょう。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ。はい、収録終わりました。はい。うわは、楽しかった。お疲れ様です。お疲れ様でした。楽しかった。いや、マジでめちゃめちゃ笑った。一番笑ってたのデスクサブネ。あれ、星川。
あれマジ素でもう爆笑しちゃったんだけど、あのその後もずっと思い出し笑いしたんだけど、やべってなった。マジであそこ何回でも見直す。あの元気ない時とかにあそこ何回も見直す。本当に笑っちゃう。もうなんかね、可愛い笑い方できなかった。もうマジで。え、ちなみにスコヤはデスクトップ誰とかあるんですか？デスクトップね、実はね、何にも設定してないんですよ。あ、もう初期。うん、初期のまんま。あ、そうなん、え、祭りにする？でも祭りちゃんは、どっかの。祭りちゃんは、あ、じゃあ星川にする、一緒に。星川にするか？送ろうか。私のデスクトップと同じ。ブーだったでしょ。ブーだった。ブーの星川好きだからね。可愛いよね。そうそう、可愛いのよ。すげえ、すんごい形で、あの、推しの布教してくるタイプのオタク。すぐ布教しちゃうから。私とお揃いする星川。めちゃめちゃサラちゃんの。いやー、強すぎる。